こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と鈴木です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日は鈴木さんの2人でですが、まあ、前回の動画で、ここですね、体を近づける、体重を利用するっていう、まあ、基礎的な部分をお話しさせてもらったんですけど、まあ、やっぱりそれ以外のボディメカニクスもしっかり、説明しておきたいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。機能訓練スクールというオンラインスクールもありますので、気になる方は、ぜひチェックしてみてください。じゃあ早速、やっていこうかなと思うんですけど、まあ、今日は2本立てで、はい、まずちょっとした座学で説明したいなと思います。でその後、まあ、これを用いて、まあ、実技の方で説明したいなと思っておりますので、まあ、2本続けて見ていただけたらなとは思うんですが、まあ、以前にもボディメカニクスの動画上げてますけど、まあ、より詳しくね説明したいなと思っております。はい、鈴木さんはボディメカニクスっていうのは聞いたことありますか？あんまりないですね。あんまりないですか？はい。まあ、あの体をねうまく使えば重たい荷物であったりとか、まあ、今回介護ということなので、まあ、利用者様を安全に介護しやすい介助できるっていう技術になってきますので、まあ、こういう体の使い方をまあ覚えましょうということですね。はい、はい、でいつも僕たちは2点だけ説明させてもらってます。体を近づけることと、まあ、体重を利用すること、この2つだけせめてあの意識してもらえたら、まあ、介護は楽になって、まあ、ご自身の腰も守れるし、まあ、利用者様の負担も減るし、介護にとってはね、まあ、切っても切り離せない技術なのかなと思いますので、今回まあ8個挙げてます。いろいろ調べてもらったら大体7個か8個が出てくるんですけど、で内容もねこれがあったりあれがなかったりいろいろするんですけど、まあ、今回はこの8個挙げさせてもらいました。はい、でこの僕たちが言ってる体を近づける、体重を利用するっていうのをこの2点だけでもいくつかカバーできているので、まあ、そういった意味でもこの2つだけ押さえてくださいねっていつも説明してるんですが、まあ、まず1つ目、四肢底面を広げる。どういうことか分かりますか？ちょっと分からないですね。分からないですか？はい、四肢底面っていうのは分かります？それがピンとこないです。ああ、なるほど。はい、まあ、四肢底面っていうのはこう、これ足やと思ってください。足の裏、うんうん、足の裏ね、右足左足あるんですけど、この足で囲んだところが四肢底面です。はい、例えばだからこう足があって一歩前に踏み出したとするじゃないですか。はい、そしたらこういう形になりますよね、四肢底面っていうのはね。はいはい、でこれを広げるっていうことなんで、広げるってどういうことかというと、まあ足を閉じて立ってるよりかは、もしくは片足で立ってるよりかはしっかり足を広げた方がバランスとして安定しますよねっていう話ですね。まあ、支える面積が広くなるので、それが四肢底面を広げるってことですね。はい、そうするとしっかり、重心が安定しますんで、バランスをね崩しにくかったり力が発揮しやすかったり、そういったことです。はい、で次、重心を低くするなんですけど、重心が高いのと低いのとでは当然重心が低い方が力が入りますよね。はい、はい、それはなんとなく分かりますか？はい、これってなんか近いですよね。はい、足広げたら重心ってこう下げやすいですし、あ、そうですね、下げやすいですね。でちょっと膝曲げて上げたり、重心を落とすんですけど、腰を曲げて落とすんじゃなくて膝を曲げて股関節を曲げて、まあ、重心を落とすってことですね。うんうん、はい、まあ、そういった姿勢が大事になってきます。はい、はい、じゃあ3つ目が体をねじらないってことですね。はい、これどういうことかなんとなく分かりますか？もう何かするときにこう体を正面向けずにねじるってことですね。そうです、そうです。ねじっちゃうと、力が分散してしまったり力が入りにくかったりするので、やっぱり重たいものを持つって、まあ、これが例えば重たいものだったとしたら正面で持つのと横で持つのとではやっぱ力の入り方が違うと思うので、はいはい、やっぱり正面で体をねじらずに持つっていうのが一つと、もう一つここに書いてるんですけど、まあ、対象を小さくまとめるっていうことがボディメカニクスで、たまに出てくるワードなんですけど、まあ、これはどういうことかっていうと、まあ、今回の対象は介護なので利用者様になると思うんですけど、はい、利用者様の体が大きいままだったりすると力って分散するんですね。はい、なのでいつも例えば寝返りやったら膝を曲げましょうとか、うん、そういったことを、手をねお腹の上に乗せましょうとか、そういったことをお話ししてると思うんですけど、はい、対象を小さくまとめることで、まあ、力が分散せずに、解除がしやすくなる、うん、それプラス膝を曲げてあげると腰ってねじれにくくなるんですね。はい、寝てる利用者さんで寝返りしようと思った時に、
まあ、寝ている肩をそのまま膝伸ばしたまま寝返らそうとすると足だけ解除しちゃうと足だけがいって腰がねじれてしまったりもすると思うんですね。ちょっと後で実技やりますけど、はいはいはい、それを膝を曲げてあげる、体をちっちゃくまとめてあげると背骨がまっすぐというかこうちょっと曲がってロックされるんですけど、そうするとねじれが生まれにくくなります。そうするとちっちゃな力で解除はしやすくなります。これも結構大事な点ですね。はい、はい、で次3つ目が大きな筋肉を使うってことですね。前回の動画でも説明したと思うんですけど、指先の力よりかは、まあ、例えば胸の筋肉、大胸筋の方が力はある、なんとなくわかるじゃないですか、はいはい、単純に見てもらったら指なんて細いで胸なんて大きいっていうので、まあ、筋肉自体が大きさが違うので出力が違います、うん、はい、なのでできるだけ大きな筋肉を使うように意識しましょうってことで、じゃあどうしたらいいか分かんないじゃないですか、はい、どうやって大きい筋肉使えるかって分からないと思うんで、はい、そこで、まあ、ここですね、体を近づけるってことが出てくるんです。体を近づけてあげるとその分背筋とかを使うことになるので、例えば重たいものを持ち上げようとした時に、まあ、これがまた重たいものとしたらこうやってもっと、まあ、指先で結構持っちゃうことになると思うんですけど、これを近づけてあげると、うん、指先は使わずとも、まあ、大きな筋肉、まあ、背筋とかで持つことができますよね、はい、こういうところを使って持つことになるとは思うんですけど、指先で持つよりかはできるだけ体の近く大きな筋肉を使うってことですね、はいはい、じゃあ次ここですね、水平移動、はい、これどういうことか分かりますか。水平に移動するってことですよねそうですね、まあ、上下移動よりかは水平移動、よく言うのが上に持ち上げないってことですね。はいはいはい、はい、なのでこの荷物をこっちに移そうってなった時に、よいしょって渡すんじゃなくて、できるだけもうそのまま入って渡すのが楽じゃないですか、はいはいはい、まあ、なんなら机の上に乗った状態でこのまま入って渡すのが楽じゃないですか、はい、1回持ち上げるよりも、はい、なので水平移動ってことですね、はい、上に持ち上げないでください、はい、で次重心を近づけるってことですね、まあ、これも、ここですね、一緒ですね、体を近づけるっていつも言ってることなんですけど、まあ、重心を近づけることでさっきと一緒ですね、もうこう大きな筋肉は使います。離しちゃうよりかはしっかり近づいて解除してあげる、そうすることで、まあ、より大きな筋肉で、まあ、ちっちゃな力で大きなものが持てるというか、はい、わ、はい、かりますか、はいまあ、そういったことになるので重心を近づけるということですね、はい、で、7個目が押すよりは引くってことですね。これはなんとなくわかりますか。そうですね、人間引いた方が力入るってよく聞くので。そうですね、はい、はい、でこれですね、体重を利用するってことなんですけど、体重を利用するのは押す方にも、まあ、ある程度体重って使えるんですけど、引く方がかなり体重って使えます、うん、だから言うたら押すよりかもぶら下がってしまう方が極端な話、はいはい、自分の体重フルにかけれるんで、はい、なので押すよりかは引く、そうすると力以上のものが、発揮できますんで、まあ、より小さな力で、まあ、解除ができる、介護ができるってことですね、はいはい、で最後がテコの原理ですね。テコの原理は分かりますか。分かりますよね、分かります、はいはい、テコの原理を、まあ、意識するってことなんで、はい、まあ、これも一緒ですね、体重を利用する、これは自分の体重ってよりかは、まあ、利用者さんの体重を利用してあげて、まあ、視点をしっかり意識して、まあ、視点力点作用点ですね、しっかり意識した上でやってあげる、まあ、一番分かりやすいのは起き上がりですね。利用者さんの足をベッドから下ろしてあげることで頭が起きてくる、このテコの原理を利用してあげるとうまく起き上がり動作ですねの解除ができるってことなので、まあざっと言いましたけど、まあ、8個挙げてますけど、まあ、ここの下の2つはこの体重を利用するってことで、まあ、集約されますし、体を近づけるっていうのは、まあ、まさに重心を近づけることと、大きな筋肉を使うことにつながってきますんで、まあ、この2つでもうね4つは網羅できてるのかなと思います、はいはい、まあ、ただね他にもいっぱいありますので、まあ、ぜひとも意識してやっていただけたらなと思います。じゃあこの後、実技をねやっていきたいなと思いますんで、まあ、前の動画でこの2つやってますんで、まあ、それ以外のところをちょっとやっていきたいなと思います。じゃあ次の動画見てください。お願いします、はい